ちゃんとね、ジーニアス富士が入ってる。こんにちは、今日は富士工業の青木です。ですね、今回リグスベルというものが出てます。フリーリグって最近流行ってますよね。はい、ステンレスの前にライン通すと思うんですよ。ちょっと糸痛みそうで不安かなと。ということで、富士のガイドセラミックリングが入ったリグスベルが出ました。まあ、ツルツル滑るんですね。まあ、こういう早く身体が落ちてくるっていう理念。あと、糸が全然痛まない。もっと簡単に違いを説明することができるんですけども、これ従来の中通し重りを使ったキャロなんですけども、まずいきますよ、落としますよ。1.8g です。糸がふーっとこれぐらい練習で使うとこれも 1.8g になって同じ違いに下がりながらこんなに違います。さらに例えば、ね、今までの中通し重りをキャロで使うとウェイトを大きくするとチューブが伸びますよね、中通しが。だから抵抗が出るはずなんですが、これ今 1.8 なんですけども、これを28が1オンスとかにしても接点は1個なんで抵抗は変わらないっていうものです。で、これ、一応4種類出てまして、こちらの方になるんですけども、ウェイトがクイックにチェンジできるっていうのが特徴です。で、まあまあフリーリグとキャローじゃなくて、もうみんなもっとこう自分の考えでね、いろいろリグができるアイテムなので、今は3個入りで定価500円、大体実売450円ぐらいかなってやつなんですけども、もうすぐ全国にバンと並びますんで、よろしくお願いします。あの実は、はい、青プロのコラとか見ていて、はい、結構いつもリグられてるなってのは見ていたん で、実際にトーナメントシーンで例えば、はい、茨城のキャノとかなんか、はい、実例でここら辺で実際に使っている結構結果が出ているみたいなお話とかあります。そうです、まあ、去年は普通だったり、おととしとかは、まあ、実は5位だったんですけど、でもほとんどキャロライナリグで取った、クランクもありますけど、キャロで取ってて、これの前身のモデルがありまして、SIC もいいやつ、あれが1個450円してたんですよ。で、まあまあ、僕ね、変なサポート受けてるんで、言えばもらえるんですけども、流通させたいなと思った時に、ちょっと高いですねって言って、で、まあ、努力していただいて、で、まあ、水の中ということで、まあ、セラミックリングで大丈夫なんじゃないかな、まあ、富士の今使ってるガイドリングなんで、大丈夫だろう、熱も出ないし、ということで、オーリングっていうのでやりだしました。それが今回のリグスベルなんです。本当にね、それこそ、スモールだったら、2ポンドとか使うじゃないですか。ほんだらもうそれこそあのリングがもうありがたいんですよ。もう全然傷がつかないんで、本当にラインを守るっていうのとツルツル滑るっていうのをもう本当に最大限生かしたリグを皆さんで考えて使えるっていう今回の商品です。今月なんともちょっと展示してますし、はい、これは青木さんがプロトを作ったという感じの、そうですね。で、この真ん中は僕が全部手作りです。見ました。あの全部正月明けから3日からフル生産してる。フル稼働。これまだ時間かかるんすよ。マジで。リールシートもカットしないといけないし。でもすごい。富士工業のもうここぞっていうアイテムが全部随所に実装されて、で最新の感じで作るとこうなるよっていうロットですよね。はい、いや毎回瞬殺で売り切れちゃうんで、実物見れて。あとね、サウスキャロライナがね、ちょっとなかったんですよ、ごめんなさい、はい、全部売り切れちゃう。だからその持ってるのはもう南さんとか、三上さん借りてきたけど、はい、会えなかったんですよ。こちにいるのはね、ちゃんとね、ジーニアス富士が入ってるんですよ。いや富士工業に来ると、まあ3本だけ触ってみることができるよ。リグスベル見て、このラウンドと見て、明日も1時、多分エバーグリーン行ったらこれ持ってかないといけないですよ。ああ、はい。で、まあ持ってきます。タイミング、タイミングで、はい、青木さんがいるタイミングで、そうですね、あの差を見てみたいんだけどって言ったら相談に乗ってくれると思う。はい、
そっか、今じゃあ青木さんこれが忙しすぎて終わればいいんですよね。あ、ちなみに全部僕のデザインなんですね。言っていいのかな、よくわかんないけど、ロゴからまあ詳しくは今月のホームページとかで細かいスペックは書いてあるけど、まあ富士の最新鋭の一番上位機種なパーツがふんだんに使われてるっていうことです。ありがとうございます。これあの富士工業から新しく出た、老眼専用糸通し器なんですけども、実は、ワームの虫チューンに素晴らしくて、はい、今までこういうありましたね、はい、これで一生懸命通したのなかなか通しにくいですよね、これやってます、とんがってないから。今回出たやつはめっちゃとんがっててステンレスになってるんで、もう本当にふにゅっとまっすぐと、ほらでさらに押すと広がるでしょ、ここ、はい、シリコン通してズバ抜きです。めちゃめちゃ楽ちんなんですよこれ、はい、これすごい楽ちんです。よかったら田中さんのその触った感じを見たいんですけど、一本ちょっとすごいのがあるんですよ。触りたい。これが僕の限界です。だから、センター出しができて、これが僕の限界です。綺麗な竿ですかね、バランスが取りやすい。これは、これちょっと持つだけで分かると思います。これレイトフィネスとかそういうデコリングのあのクイニングとかでキャロシャットのようにつけます。何でもいいんですけど、実用のやつこれに例えばリグスメールとかをかけて、スピニングでやってたような仕事をベイトでやって、でベイトの糸が巻いてあるからある程度でかいスモールがかかってもグラビアチョンからですね、取られる人だと最近のカッコイイです。見た目いいんであれがいいかなと思ったんですけど、ジグザグガイドが仕込まれてます。で手戻りっていう形にはなったんですけど、これのロットビルディングの実験とかも、そうですね、昨日1本昨日やったんですよね、はい、あのベイトフィネスを作りました、はい、ジーニアスがね 64ML っていうのがあるんですけど、まあでも3ヶ月、4ヶ月後ぐらいですかね。今はちょっといろいろで、明日、はい、1時からエバーグリーンで今井さんのセミナーを手伝って、そのままこっちでボキーロッドを作るっていう鬼のようなスケジュールになってます、はい、今ちょっとした隙を見つけて今突撃しました、はい、ロッドビルディング始めちゃったらもう取材とかできないだろうな。まあまあでものんびりしてますよ、はい、まあ最近ねトルザイって SIC なんですけど、まず見てください、これ同じウェイトなんですよ、 SIC とトルザイとこんだけ同じウェイトです。でやっぱりこの距離でこんだけ滑りの差が出ちゃうんです。軽さだけじゃなくて実は糸通りの滑りも全然トルザイとって実は飛距離も出ちゃうんですよ。あ、っていうことはそっか、実調のところでは飛距離に直結するところなんですね。ドラグにも関係するし、実は滑りは、はい、滑りはいい方がいいんですよ、はい、だから、いろんな意味でトルザイトって、まあ、強いんですか、まあ、僕の意見ですよ、まあ、SIC よりは薄くてないんで、まあ、いろいろちょっと驚かれるかもしれないけど、素晴らしいリンクなんですね。あれ、これなんでダブルかじゃない、自分意識だけど、前にあれ、なんかトリブルしてる感じするなと思っちゃって、ね、その後もザラザラしてる人もしれないと思って、さっきは虫チューンのやつ、はい、あ、はい、でフックキーパー新しいカラーとリグス類が多分4種類、あーすごい、はい、あとステッカーセットが入ってます。やったー、これもイーグルエンサーと呼んでいいんですか。あ、もうもちろんでございます。ありがとうございます。